覚を破壊してるんじゃなくて、うん、なんかのシステム破壊してるの、これでも。じゃあまずこんだけ生地使ってる時点で生地代かかるのに980円でいけちゃう、問題はなさそうかなっていう印象ですね。しかしまず大きいバッグっていうことだけで大変やし、その値段やのに肩パッドもつけてると。全色買ってほしいし、うん、今すぐ走り込んでほしい、うん。メイドジャパンの世界へ、どうもこんにちは、新春光です。僕たちは普段革の財布やバッグを作る職人をやっております。今回やめようと思ったんですけど、はい、ワークマンまたやっちゃいます。そうですね、はい、やめようと思ったけど、うん、やっちゃう、うん、そのぐらい刺激的なバッグまでできましたんでね、今回ね、ワークマンで購入しました、なんとボストンバッグ980円ということでね、価格破壊とかではない、うん、でもね、価格を破壊してんじゃなくて、うん、なんかシステム破壊してるの、これでも。前レビューしたダイソーの倍もいかない価格でこのクオリティで仕上げてくるっていうのがやっぱり恐るべしですね、うん。ワークマンオンラインで年末発売、新発売されたみたいですね。でカラーはネイビーとブラックね。こんなに大容量なのに980円、海外旅行できますよ、980円のこのバッグで、うん、はい。商品説明には書いてある2泊の旅行に使えるような便利なリュックと書かれています、うん。サイズ中を、申し上げてますと、縦 32cm、 横 54cm、 幅 25cm、 容量なんと33リッターということで、ね、うん、同時販売の以前レビューした980円のリュックもかなり優秀なので、ぜひ気になる方は、概要欄から動画をご覧くださいということで書いております、うん。概要欄のリンクでこのワークマンの紹介者見ろでなくて、うん、僕らの動画見てくれたしという構成になってますね、うん。まあ、そういう感じでございます、はい。チャンネル登録よろしく。そのわけで今回ポイント3つでございます。いつも通り、全体的に印象を元気爆食の我々がですね見ていきたいと思います。で2つ目ですね、強度、機能性、素材、作り込み、保存、その5つのポイントもで元気爆食の我々が徹底的に細かくレビューしていきます。で3つ目にまとめ、結果の総評ということでこの動画を終わらせていただきますので、最後までご覧ください、うん。5秒告知、はい、はい、クペでございます。最初期2つ折り財布ということで現在幕開けで販売させていただいているこちらでございますが、気になる方、概要欄の開きませんね、それも流行らない。では全体的な印象を見ていきます。じゃあその辺も早速ですが、はい、全体的な印象を見ていきますか。まあ、全体的な印象ではまずこんだけ生地使ってる時点で生地代かかるのに980円でいけちゃう。まあ、パッと見はあれですね、中学校の聖火版ですね。中学校の聖火版っぽいな。でもやっぱナイロンの素材に関してはコーデュラとかと比べた時に質は劣るんかなって思いますが、まあなんせ980円なんで。両サイドポケットあって前はないのか、あ、こっちやな、やっぱり、うん、やっちゃうな。しかもネイビーもちょうど使いやすい色の暗めのネイビーというか、ちょっとデザインじゃないけどその辺も力を入れてきたのか否か分かんないですけど、千葉の機能性は大容量よりも980円のバッグだから、結構この言い方しては悪いけどさ、雑に使っても心痛まんっていうさ、うん、そういうところじゃない、まあ、それこそ中学生の部活カバン、うん、用とかに買っても全然全然いいと思うし、結構ハイブランのバッグってさ、ハイブランのバッグ使ってないけど、うん、途中で雨とか降ったら結構ブルーなれへん。そうなるでしょうね多分。だこれだと別に雨降ろうが槍降ろうが、うん、何降ろうが、うん、平気じゃないですか。槍降ったらきついけど。槍降ったらきついか、うん、槍降ったらきつい。で雨降っても雪降っても、うん、にしようか、うん、そうそうしよう。じゃあ今から細かく見ていきます、はい。ではそれぞれ詳しく見ていきます。じゃあいきましょう、はい。まあこのバッグ大容量なんで一番負荷かかるのはハンドルの付け根とショルダーで背負った時のショルダーですね。でまずハンドルから見ていきますか。まあ、ハンドルに関して言うならちゃんとこの四角とペケっていう強度のある縫い方がされてますね。裏はちょっとわからないでなんともないですが、まあこうやって引っ張ってもこの糸上肢もいけてるんで、うん、しっかり締まってる感じはありますね。ここは4箇所でこう前後ろの4箇所で支えるんで問題はなさそうかなっていう印象ですね。しかしショルダーで背負った時がちょっと危険かなっていう、こういう風に背負えるんですが、これが止まってんのがここだけなんですよね、サイドのここだけで。なおかつ地縫いって言って生地に縫い付けるっていう工程もしてるんで3回では縫ってるんですけど、でまあ縫い方としてはそんな問題ないかなって思うんですけど、このピッチが結構全部広いんですよね。針穴から針穴までの距離っていうんですかね、これが広すぎると糸締まりも悪く、使っていくうちに悪くなっていくし、力が今日もうちょっと細かく縫った方がしっかり止まるんですよねっていう点でちょっと不安があるかなっていう感じですね。で生地に関して言うならまあさすがに980円なんで、いつもの2000円ぐらいのナイロン生地に比べたらちょっと安いのを使ってるなって印象ではありますが、まあ強度的には問題ないかなっていう感じで、ちょっとここの付け根がちょっと不安なんで8。では機能性まいります。機能性はまずまあ大容量ですね。こういうバッグを求めてる人って結構いてるんじゃないかなっていう、この大容量に特化した。で中はポケットが1つあると。でこっち前側にもポケットがある、うん、手持ちもできて、なおかつショルダーでも持てる。でここにサイドのポケットがある。ほんで軽いですね、こんだけ大容量でも。
機能性は10でいいかな。では素材参ります。素材はさっきも言ったようにこのナイロンはちょっとあのパサパサしてて、そのいつもワークマンが2000円台とかで使ってる生地と比べたら安いかなとは思うんですが、980円なんでね、うん、そんなめちゃくちゃ悪い生地を使ってるわけでもなさそうな気がしますね。まあ金具類に関してはだいたいいつも使ってるのとあんま変わらないかなっていう印象で、ファスナーはこの値段なんで YKK ではなさそうですね。ノーブランドっていう感じで980円なんで9でいいんじゃないですか。振り込みはこの大きいバッグ作るの大変ですよ。最後のまとめっていう最終工程縫う時なんて足も使わないとうまいこと縫えないぐらいの感じじゃないと作れないんで、まず大きいバッグっていうことだけで大変やし、その値段やのに肩パッドもつけてるという点とかを加味するとかなり作り込みに関しては10でいいかなと。縫製も最初に言ったように前のなんですダイソーとかの縫製のクオリティと全然違いますね。980円とは思えない縫製クオリティでしっかり縫われてるし綺麗やし、パッと見た感じの糸の始末も目立つとこも全然ないんで全然問題ないですね。縫製に関しては980円なんで10です。ありがとうございます、はい、結果&総評。じゃあそのポイント発表いたします、はい。強度8、機能性10、素材9、作り込み10、縫製10の足して平均出しますと 9.4 ポイントでございました。なるほど、10ではなかったですね今回は。ワークマンにしては10時間かかったなっていう。9点って相当高いですからね。9ポイント以上に関して言うならもう全職買ってほしいし、今すぐ走り込んでほしい、周りにも言ってほしい 9.4 ポイントっていうのを。でもっと言うなら新進工房見て買いましたと全店舗で言ってほしい、うん、影響力をあの各地で、あ、レビューに書いてた、ユニクロのホームページで。ってことはユニクロの大幹部の人も見てるという可能性は出てきますね、うん、あの PDCA 早いんで不運程度だと思うけどなまあまあそうやる、いや分からんで、それは今の SNS の時代。まあでも一個やっぱり懸念するとしたら、バッグってやっぱ壊れたらもうその時点で使用価値ゼロになっちゃうんで、ここの補強がこの2点に力かかりすぎるからちょっと不安やなっていうのが懸念点でしたね。バッグのクレームで一番多いのは使っててハンドル潰れたじゃない、うん、ファスナー壊れたと思う。例えば疲れてる時にハンドルブチッちぎれたら抱えて帰らなきゃいけないんだ、あの時のストレスがたまったもんじゃないから、もうそういうところはあの一番気をつけようぜっていうのは、まあまあバッグ業界のよく聞く話ですよね。そうですね、ハンドルちゃんとしようっていうね、うん、まあなので、まあ、とはいえ、はい、あの問題ないと思うんで、そうですね、ぜひね旅行、海外旅行何度もね、使っていただいたらいいかなと、お勧めできる、バッグでございました、はい。最後にこれチラ見しようか、箱だけでも、まあ、現在マーク上げで販売している、2つ折りの最小級財布、はい、クッペ、うん、概要リンク貼ってるんでよかったら見てください、はい。じゃあ来ました、いよいよ、うん、ちょっと一回チラ見せしますか、じゃあこれを避けて、じゃじゃん、フェデックスから来ました。これ何ぞと言いますと、はい、この中にバニーめちゃめちゃ入ってます、うん、しかも1枚ずつぐらいじゃない、一回開けますか、まだ開いてないじゃん、しかもこれ開ける、開けてじゃあ1枚だけ見せようかな、うん、カットある、うん、カット後ろに、いや、うん、開けようと思ったけど、うんうん、次の動画にしようかな、ちょっとだるい、開けようと思ったけど、うん、今やめとこう、ワニめっちゃ入ってんすよこの中、うん、でも今やめとこう、まあということなんで次の動画で、まあそんな感じで、はい、来てるっつうことは、はい、いよいよずっと眠らせていた、はい、マサさんの限定作品が始まるということですよ。あ、そうですね、はいはい、これ正直あの結構ねお問い合わせいただいてるわけですよ。本当にうちはありがたいことに職人を指名して誰々に作ってほしいっていう問い合わせ結構あるわけ、我々の強い仕入れを遺憾なく発揮して、うん、誰々さんに今回何々作ってほしいとか、うん、マサさんにヒマラヤの何々作ってやってほしいとか、うん、でリョーマさんにこのブルーのワインでやってほしいとか、うん、キロスさんだけ来ない、そうやな、職人と思われてない、思われない、うん、その辺次でじゃあまあ行きますか、話しますか、はい、なのでこのちょっとワニいっぱい来たんで、はい、ちょっと開封動画でもやりますか、じゃあ、はい、そうですね、さっとね、はい、その感じでございました。また次の動画でお会いしましょう、お願いします。新進工房、今日の様子、皆さん何してますか。コードバーのコインブーブー作ってます、はい、ありがとうございます、頑張ってください、